はい、デンソーブライトペガサスの小島選手にお越しいただきました。本日の、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。そして MWP おめでとうございます。ありがとうございます。いや、見事な打撃でしたけれども、最初2点タイムリー放ちましたね。お見事でした。あれが大きかったんじゃないですか。そうですね、先制点ということで、はいはい。まあ、今日の打席、バッティング、試合前からどんな感じでした？正直その体の調子とかバッティングの感覚とかはいい時とは言えないような感じだったんですけど、まあ、最初のチャンスだったし全員の声もすごい聞こえてたので、なんとか1点でもって思って振りました。そしてピッチャーが変わっても、まあ、見事な2塁打を放ちましたが、その辺は特に問題はなかったですか？そうですね、もう1本が出たのでなんかいけるんじゃないかなっていう気持ちもあって、すごいボールに食らいついていくことができました。フーバー選手、前の節から復帰されたかと思いますけれども、はい、調子はどうですか？調子は尻上がりによくなってると思います。さすがでした、はい。そして今日どうしても聞きたかったのは、今つけてないですけど、今日今年はリボンが4つになりました、はい。去年2つで目立ちたいからという話でしたが、はい、今年4つにしたのは、いや、もうリボンつけてる子がチームの中にもたくさんいたので、まあ、4つつけちゃえということで4つつけました。いや、もうなんかそれね、私は受けてしまいました。来年は8個いきますか？あ、8個つけます。はい、はい、もうすごい可愛らしいなと。横から見るとちょんちょんとこう、ね、こう見えてます。見えてる感じが羽みたいで可愛いなと思いました。よかったです、はい。ということで、また明日も頑張ってください、はい。明日への意気込みをお願いいたします。はい、今日の勢いをそのままに、また全員総力で戦っていきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。